毎度、中3で今日はね、社会をちょいと見てみようかなっていうところですね。で、まあ、江戸の三大改革っていうのがありました。ね、あの3つの、まあ、内容をですね、ちょっとまあ、今日は確認してみようかということでの話題でございます。はい、ではですね、江戸時代ね、まず最初ですね、はい、享保の改革っていうのがこっちの方がいいかな。はい、享保の改革っていうのがありました。ね、はい、まず誰が行った?うん、誰が行った?はい、誰が行ったんでしたっけ?そうなんですよ。八代将軍ね、八代将軍、八代将軍の徳川、はい、徳川吉宗さんですね。はい、ということで、八代将軍徳川吉宗が享保の改革というのを行いましたね。1716年ね、ということでございました。改革の内容といたしましては、まあ、いくつかね、拾い上げてはみましたが、まず、新田開発。ね、新田でないな、新田開発。まあ、字のごとく、新たな田んぼをね、開発していくということなんですね。まあ、そうすることでね、まあ、田んぼが広がっていけば、その分、年貢が取れるということになるんでしょう。ですので、まあ、一生懸命ね、この新田開発というのをね、頑張っていったということなんでしょう。それからもう一つ、くじ型お定め書き。ね、というもので、このくじ型お定め書きって何だっけかなっていうと、裁判、ね、裁判の、まあ、基準ですね。はい、裁判の基準などをね、定めていったということですね。裁判やの刑の基準、ね、こんなのを示す、まあ、まあ、法律みたいなものですね。そういったものをね、制定していったと、ね、いうことでございます。それから今度は目安箱なんていうので、庶民の意見ね、まあ私たち一般庶民の意見をですね、直接集めるためにその江戸にね設置された、その投書箱っていうんでしょうかね、目安箱なんていうのが設置された。そこでね出された意見をもとに、あの貧しい病人をね治療するためのあの小石川養生所ね、というのがね、まあ、あの作られるなんていうのがありましたね。はい、ということで庶民の意見を聞くための目安箱なんていうものの設置、それから揚げ米の制なんていうのがあるんですが、これ何かっていうと、参議院交代っていうのがありましたよね。あれを緩める代わりに、まあ、米を献上させるね。だから、米くれれば参勤交代緩くしてやるよっていうね、そういった制度ですな、ということでございました。ね。はい、享保の改革で、八代将軍徳川吉宗が行いました。ね。内容としては、まあ、新田開発、くじ型お定め書き、ね、目安箱、それから、揚げ米の制、ね。まあ、こんなのが内容として、行われたかな、ということでした。はい、続いて、官制の改革に行きます。はい、官制の改革はね、誰が行った？はい、まずね、老中ね、老中ですね。老中の松平定信ね、老中の松平定信ね、行っていきました。はい、内容としては、まあ、大きく、まあ、ここでは2つ。飢饉に備えてね、米を蓄えるなんていう政策。それから、官製医学の禁ということでね、朱子学以外の学問のね、講義を禁止したなんていうのがあったんですね。はい。で、まあ、その朱子学が、まあ、だから、正学、正しい学問ね、されたわけですね。そこで、昌平坂学問所、ね、なんていうのがね、湯島に建てられたなんていう流れもありますね。はい。官製の改革1787年からね、飢饉に備えて米を蓄えた、それから朱子学以外を禁止したよなんていうことでね、老中松平定信が行いました。そしてもう一丁、天保の改革っていうのがありますね。はい、天保の改革、やっぱり老中ね、やっぱり老中の、水野忠邦という人ね、という人が行っていきました。内容といたしましてはですね、物価を引き下げるために株仲間を解散した。うん。物価をね、下げるために引き下げ、物価引き下げのために株仲間を解散。それから、異国船、まあ、または外国船打ち払いでね、これを緩めたんですね。まあ、この頃世界では、
アヘン戦争なんていうのが起こっていました。清と、まあ、イギリスとの戦いだったわけなんだけれども、日本としては、まあ、江戸幕府としては清はね、そんな清が強えぞっていうことでね、その軍事力、高い軍事力をね、清を持っていると考えていたわけですよ。ところがですね、イギリスに負けたということでね、欧米の軍事力の高さをね、認識したわけだ。だから、外国船が来たらね、お前やべ、俺やっつけちまえなんていうようなことやってると、おめえ自分たちがやられちまうべえなんていうようなことになったんでしょう。それなんで、こういったね、異国船打ち払いで、まあ、また外国船打ち払いで、ね、これを、まあ、緩和緩めていったということになったのね。はい、それからあとは江戸に出稼ぎに来てる農民をね、故郷に返すなんていうね、まあ、そんな、まあ、法律といいましょうか、まあ、そんな、ね、命令が出たということでございましたですね。はい、天保の改革でした。老中水野忠邦、1841年ですね、株仲間の解散、異国船打ち払い令の緩和、それから出稼ぎに来てる農民を故郷に返すと、ね、いうことでございました。で、まあ、何かね、何かしら語呂で今日は何かを覚えようかなと思ったわけなんですけれども、それぞれのね、今日はこの年代をですね、覚えちゃおうかな、ね、いうことになってますね。それぞれのね、年代をね、覚えちゃう。ね、つまりですね、享保の改革、まあ、順番に享保寛政天保の順で、1716年、1787年、1841年、ね、こんなところを覚えていきたい。さあ、どうしよう。どうしよう、ね。ということで、はい、1716、ね、いろんな、いろんな、違うな、いろんな色だな、これな、いろんな色だな、はいはいはい、いろんな色、おいいぞ、いいぞ、はい、いろんな、色の、はい、ここ17はもう、ね、17は来てますから、もう花、花、花、いろんな色の花が、はい、良い、ね、これでいきましょう。いろんな色の花が良い、ね、はい、いろんな色の花が良い、ね、これでいきましょう、ね、ということで、さあ、享保の改革、寛政の改革、天保の改革、3つの改革の、ね、始まった年を、さあ、覚えたぞ。いろんな色の花が良い。さあ、どうだ。では、また。